はい、どうもこんにちは、こんばんは、おはようございます。大魔王オーマーレイだってことだな。無音破滅機を倒せたデッキがあるので、アーカイブに残していきたいと思うってことだな。一人でやって倒せたデッキじゃ、これは。救世だったな。デッキ内全員の HP、名属性に、かける25。アタック、天属性かける30。改造耐性、名属性、かける20。衰弱、耐性は、天属性かける20。炎上耐性は神種族かける5。ってことで、神種族縛りでやれば炎上も、50% ぐらいになるのかな。なので、食らうか食らわないかぐらいの、あれになるので。ということで、全部、こいつは、強いけど、こいつを、あれに変えようかな、今回は。スバイルトに変えるか。そうだよ、これが一番いいかもしれん。2、4、5。でも、カオルに変えよう。カオルの方が強そうなんだよな。これに変えよう。これでいこう。今回もこれでやらせていただきます。ちょっとコピーがなくなっ。そしたら、九白の上。で、じゃあ、こっちは、こっちの方を使って。スイート？これ、コテンいるよな。よ、コテンが来てくれるのを信じて、よを一番前に置いてみよう。スタープ！これが一番いい場面だな。横糸。そうそう。ゆいで、この時、あ、これ倒したな、これ。倒すなら、両方倒すとしたかな。まあ、少し削れてるのも多いな。そしたら、いを、ここに置きましょう。前に置いて周回前にして対応がないんだな。子が来てくれればタコーコって言葉が作れるの。置いて。タコーコでもいいか。よし、これ行こう。タコーコか。よし、1個ドロップした。これは持ち帰りたいな。
行きましょう。木を置いて、これは妖怪にしよう。で、絵だな、これは。タイヤがないんで、海水なんてあんのか。海霊にしようかな。ハイレーキって言葉はないの。よし、右残し。そしたら服をここに置いて、こう、こうここに置いて、こうこう、これでいけるかな。あ、スピードはあれね、もう。よしよし。うまい具合に削れたな。このターンでとどめを刺せるかな。あと、右側に。合わせて、アーゲット合わせて、ここ。へい。大体、こう、火が欲しかったな。このぐらいの体力だったら倒せるかな。もう1体は倒した。もう1体こっちが問題じゃない。ああ、余裕読みのあれじゃダメか。次回復欲しいです。火をつけて、あー、まずいな、これ。マジか。メンバーがちょっと軽く出た。これは、あ、これも行きましょう。配信も入れて、タイにしてた、シューにしてた。救済か、救援か。
せるかなみたいな。だけど、2万しもあったよみたいな。完全に、体力満タンに近くないと、ついの、このステージは。あ、これ、来たか。3、こっちに、ウォール、やりだから、ウォールのこうやって、傘、これでこう。ササ、いいのが良かったんだな。そしたら、やっぱザンの戦術でちょっと固まってる感じだから回復もちゃんとこまめになるな。そしたらまだこうやって置いて、これだな、これしかないの。よし、全部破壊できた。あと両腕を破壊するだけ。回復欲しいなぁ、次。よし、よし。お、これはいけるかもしれん。そしたら、エヴァの家を使って、これは死にしとくかな。あと、使ったタイミング間違えたんだ。ほうほう。これでいこう。こちらに向けたって大丈夫なのかな。よし。一応、エヴァ2体いるから、回復するな。よしよし。うまくいった。真ん中だけになったぞ。よしよし、よし。これはドロップリ結構してくれてるので、持ち帰りたいの。さて。これは、銀行にして、そしたら負を置いて、こうにしましょう。交代絶対のこの場面になったら、中道完全破壊しないと即死食らうので、毎回の
キルやるようなしっかりしていきましょう。この機械を入れて、だな、こっちの方がいいんで、中世の「う」を入れて、調整、次の盤面でこれを置く感じの方が安全そうな気がするな。そうじゃな、これは。火を入れて、精霊聖杯で調整化、調整化ってことなのかけど、まあいいっすよ。筋力はい、入れといたがダメージ当てられんね。よっしゃー、これよし、次、あ、きついのこれ。これはうとしておいた方が良さそうだな。そしたら公開、サインス回復3、公開3、公開祭3にしよう。よしよしよし、危ねえか、大丈夫か。一応回復も入るかな。はい、はい、はい、入るな、次入るな、これ。よしよしよし、これで回復しか入ると。あー、そんなもんかよ。まあ1万3000ぐらいだからなんとかなる感じだな。そしたら、衰退化と、攻撃。あ、これは、ウをここに置いて、次くんの、そしたら、イをここに置いて、ここは神にしよう。で、これでいけるかな。浄水、これでいこう。試してみよう。いやいや、使用水で、よしよし、いけたいけた。あ、これいけ、あぶねー、怖えー、あぶねー、あぶないの、もう右でも残ったら終わりだからな。よしよしよし、うまくいっとるな。あー、復活してしまった。まあここでな、決められたら最高なんだが、まあどうしても、次の3に行ってしまう。そしたら火を行って、はい、どうしようかな。あー、こいつ、運にした方がいいな。闇なんで、公開、はい。これにしとけば、エヴァが2体なんで、回復入るな。
公開か。あ、これダメかな。大丈夫。あ、ね、これ。まあ、スピードさえ吐かしとけ大丈夫か。うん。さあ、次。これ一気に決めたいとこじゃない。とりあえずはここに置いて。セミ。グラミを出すべきだったな。あ、リに残った。あ、なになになに、しまったな。入れて、で、これはこれ入れて、あ、これまずいな。装置しまった。入れられないんだよ。想定あった、よかった。小さい前、よかった。しょ、ギリ、危ない、パンツかもしれ。長く戦ってきた。あー、いってねえな。落ち着いてみないと弱点を見間違えてしまう。そしたらここはあ、これじゃない、闇のこっちな、こっちにして、これは、はい、こっちの、はい、ほう、これでいけるじゃん。落ち着いて、まあ大丈夫だ。これで、これ、よし、つかんだ。よし、あと真ん中じゃな。おぉ。次、回復欲しいな。よし。回復が欲しいので、これ、リオを置きましょう。で、刃を置いて、で、はい、これはこっちの上にして、これじゃなかった、これに行こう、これで行こう。
あぶねー、あぶねー、あぶねー。よし、入ってた。入ったりすれば、もう怖いもんなしだな。暴けない、暴けない。さっきから相手の敵の属性を見忘れてしまっとる。うん、海しといた方がいいな、これ。平均あ、こうがあるか。うを置いといて。で、いこう。よし、これ、あ、これで決められる。いけ。修正いこう。あとはこれ全部削れるか。削れたし。修正いこうっていう7文字で。完璧に決まったじゃん、これで。よし、倒したー。何回か失敗してしまったから、なんとか倒せたな。よし、おー、すげー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 。ランクも上がったの。おー、おー、3つも。おー、いいのー。なかなかやる暇がないから3つとかな、落ちてくれると嬉しい。あともうちょっとでガッツしてるな。おし、ちょっと思念やらせてもらおう。最後、はい、ですね。ちょっとな、これやれば多分ガッツしてるようになるので、最後におまけにこれをやらせていただきます。こうこうよしって言ったら、まあ当たり前じゃな。よし、これで多分もらえるよな。50、よし、もらえた。で、1000になったな。よし、最後に、今回の、こちらのガチャをやって、狙いはこれかこれのどっちか、そうすればこの2人が出てくればポンプになるぞ、今回は。あ、お願いします。何が出るかな、何が出るかな。あ、これ失敗かも。お、トガキ。あ、これもしかしてあれか。あ、これか。うん、いやー、これやったじゃない方が良かったな。よし、で、これやった理由は、これもう70になるのかな。よし、せめてこっちが欲しい。これこれ、あとこれなんだろうな。今回はガチャポンプは諦めます。さあ、出てこい。あ、出てこい。頼む、持ってないやつ出てこい。さあ、何が出るかな、何が出るかな。え、これは、あー、やった。やっぱ星が出てこないの。はい、ということで、
無能な、倒せる、組み合わせなんとかできたんだよ、これじゃないぞ。こんな感じじゃ、はあ、結構けどまあ回復と炎上さえ食らわなければ回復でなんとか倒せる感じだったな。はい、ということで今回はここまで。大魔王オーマーデイジがお送りしました。チャンネル登録、評価ボタンよろしくお願いします。バイビー。